あおはよう今日は1月23日 H23 の日曜日今日は、花粉対策の日です春の花粉対策は、1月、2月、3月に取り組むことが大事なんだってだから、1月、2月、3月の数字をとって、1月23日が記念日になったらしいです 私も聞いたことがあるんだけど r 1とかって結構なんかアレルギーにあ、わかんないよききるは話だからきくらしくってで花粉…自分の花粉症が始まる時期よりも1ヶ月、2ヶ月より前に…ん1ヶ月、2ヶ月前に r 1をこう飲み始めとくとこうアレルギー症状がマシになるって聞いたのでほんとかどうかわからないけどた <laughs> 試してみてください <laughs> 他にもしょう花粉症の人日本人は多いって聞くのでみんなで花粉症対策、共有してマシになりますようにそれでは今日もじゃんけんグーパンチいってらっしゃい